ベースボール5は野球を原型として考案されたスポーツ。2018年に世界野球ソフトボール連盟によって考案された。WBSC からは野球、ソフトボールに次ぐ第3の競技として認定されている。ゴムボールさえあればどこでもプレーできるのが特徴である。男女混合でプレーすることが想定され、ルールが作られている。出展、コイニング制で行われ、 同点の場合は、タイブレイク方式の延長戦を行う。3回終了時点で15点差、4回終了時点で10点差がついた場合には、コールドゲームとなる。1チームは5から8人で編成される。試合は5人で行われる。先発メンバーに関しては、リエントリーが認められる。内野の形は、正方形であり、類間は13メートルである。 外野にはフェンスが置かれる。フェアゾーンは18メートル18メートルで、バッターボックスは本塁の後ろである。一塁には衝突回避のため、ベースが2枚置かれる。打者は自分でトスしたボールを手のひらか拳で打つ。打球はフェアゾーン内の本塁より3メートル以上離れた、地点で少なくとも1回はバウンドさせなければならない。ファウル打球を打ってしまった場合、アウトとなる。打球が、 フェアゾーンでバウンドするまでバッターボックス内に留まらなければならず、また走者は打球がフェアゾーンでバウンドする前に類を離れてはならない。離れてしまうとアウト。あとは野球と同様打順間違い、走者の追い越しをするとアウト。一つの類に二人走者がいる状態でタッチされた場合は後ろの走者がアウト。走者は可能な限り守備選手との衝突を避けなければならず、 守備妨害と判断された場合はアウト。守備選手が触れる前の打球にも触れてはならない。西満塁の場合は次の打者が三塁にいる状況があり得るが、その場合は三塁走者が次の打者に、二塁一塁走者が、それぞれ三塁二塁走者に、そしてその回で最初にアウトになった選手が一塁走者になる。得点が入った後西満塁になった場合は、これが成立しない場合があるが、 ルールブックにはその状況に関する記述がないため、その際の対処は不明。グラブはなく、素手で守る。守備位置は1塁、一類、二類、三類、ショート、ミッドフィルダーの五つ。フェアゾーン内であれば、戦略に応じて、シフトを変えるのは可能。あとは、野球と同様、ノーバウンドでの打球キャッチや、ホースアウトや塁から離れた走者へのタッチで、打者や走者をアウトにできる。 今まで野球やソフトボールが盛んではなかった地域でも普及活動が行われ69カ国で行われている。2018年には欧州やカリブ地域で国際大会がすでに開かれている。2020年12月には WBSC 主催による第1回ワールドカップがメキシコで開催される予定だったが新型コロナウイルス感染拡大の影響で 開催予定が2021年6月に変更となった。2026年に開催されるダカールユースオリンピックの開催競技への追加が決まっている。ありがとうございます。